我らが組めば何をか恐れん。おう、派手にやってやろう。殺さねえでくれ。あっしらは狼に言われた通りにやってるだけだ。データだ。
成功したな。こっちです。やりましたよ。だがオールコックめがまだ見つかっておらん。厄介な護衛がついとるそうだが。御用ですか。
乱だな。怪我人が見えないのか。また会ったやるな。何よりだ。お前、何を企んでいる。これでイギリスを煽る手間が省ける上位の呪しだ。始まりの合図に過ぎない。この国の民よ、目覚めよ、目覚めよ。これじゃいいの赤鬼と変わらんぜよ。松陰先生、吉原で源瑞らが一席設けるそうじゃ。公使館の焼き打ちがうまくいったお祝いらしいぜよ。おお、おまんもそうかい。関係ないもんまで傷つけて成功も何もないじゃろ。
元帥たちは盛り上がっちょるようじゃけんど、あんなやり方で新しい国の形が切り開けるんかい。そもそも新しい日本とは何なんじゃ。わしはそういうのが苦手での、今までも思い立った通りに動いてきただけじゃき、今は考えても仕方がないぜよ。バーッとやればこの気分も晴れるかの。よし、吉原に行くぜよ。おまんも気が向いたら来ちょくれ。
相当だ。すまない。いらっしゃいませ。
36系、逃げるにしかずってね。36系、逃げるにしかずってね。そこって俺が盗みをするのは苦しんでいる民に配るためなんだ。これをやるから見逃してくれないか。また会った時にはお手柔らかに頼むぜ。Thank you.
あんた、久しいな。ちょうどいい。ちょっと協力してくれねえか。あんたの手を借りて。前に話したと思うが、俺は盗んだ金を皆に配っている。けど、大勢を助けるにはまだまだ足りねえ。そこでだ。強欲な役人の屋敷に忍び込んで、溜め込んだ金をがっぽりいただこうって寸法さ。皆のため、一緒に屋敷から財宝を盗み出さねえか。ありがてえ。よし、それじゃあ闇夜に紛れてことをなすか。思った通りたんまりだぜ。どうせ汚えことをして稼いだ金なんだろ。よし、これだけあれば十分だ。さっさと面かせ。わしの屋敷に忍び込むとはいい度胸だ。ケツに焼き逃がすでないぞ。ケツ、それはまさか。一緒に切り抜けるぜ。偽者め。ケツ、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 なんとか切り抜けられたな。あんたがいなかったら危なかったぜ。それで奪った財宝だが。
そうか。それじゃあんたが見つけた分は任せるぜ。さて、新手が来る前に退散するか。あんたが仲間になってくれてよかったぜ。俺はこれからも民のために盗みを続ける。もし敵として出くわしちまったら、その時はお手柔らかに頼むぜ。全部私が。
Get!
ではありましたが、収まってよかったです。調子はようござ。おかげさまで戻ってきた猫たちは皆元気に暮らしておりんすよ。けれど中には前よりやつれた猫もおりんす。さよなこを見るにつけ、いまだ帰らぬ猫たちを思い出して、どこかでお腹をすかせてはいなんせんか、誰かにいじめられてはおりんせんかと気が気ではござりんせん。元気でいささんせばようおりんすが。心強いお言葉、嬉しいおりんす。ここでぬくぬくと育った猫たちはたくましゅう見えても案外脆いもの。吹けば飛ぶような儚い命、せちがらい外の世で生きていけるとは思えんせん。主さんがお暇な方でないことは百も承知でござりんす。これはわちきのわがまま。されど頼れる方は他におりんせん。どうぞお願いいたしんす。迷える猫たちを助けてあげておくんなんし。ようおいでくださんした。まことでござりんすか。ぜひお願いしとうおりんすよ。顔を見せてくれなんしてまことにうれしゅうおりんす。次はようおいでくだ。まあ、うれしゅうござりんす。わちきも主さんと話しとうござりんした。今だけは、浮世のあれこれを忘れて、ゆるりとくつろいでおくんなんし。よろしければ、舞をひとさし、ご覧に入れんしょうか。それでは支度を。いけない。いつも曲を弾かせている心臓の三味線がついこの間壊れてしまったのを失念しておりんした。曲がなければまえんせん。今は新しい三味線をあつらえてもらおうと職人を探していたところでありんして、質の良い四つ皮も必要でござりんす。これがなければ上等な三味線はできんせん。弦に使う絹糸はこの小袖を脱ぎささんしてほどいて作ってもようござりんすが。なんて冗談でありんす。かようなざれ言では主さんのお顔は何やら晴れぬ様子でござりんす。一元のお客さんなら一時楽しませてしまいでござりんすが、主さんにはもっと尽くしとうなりんすな。なぜかはわかりんせんけれど。よっ。さよでござる。では、おさらばへ。
元帥たちももうついちょるかの。入るとするかい。せめて気の強そうな女子がおれば楽しめるかもしれんがの。燃やされたよ。偉人のお偉いさんは尻尾巻いて逃げてますから。いい気味だぜ、奴ら。俺の女をかどわかしやがったからな。怪我しちょったもんの姿が頭を離るんぜよ。それからの。おや、こんなところで会えるとは。実はおかげさまでアメリカへ渡り、先日帰国したところなんです。いや、驚かされることばかりでしたよ。祭り事や学問もそうですが、何より物の考え方が違います。ちょうどさっき向こうの部屋でアメリカの話をしてきたところで、遊郭は不慣れなんですけどね、酒の魚がてら話せと命じられてはござるを得ません。費用を出してくれた相手ですから。すいません、忘れてください。それよりも苦労話の一つでも聞いてくださいよ。共にアメリカに渡った勝海舟のことです。いや、ひどいのなんの。渡航前の大口はどこやら、軍艦奉行のくせに船酔いするわ。おっと、酒が入るとついつい口が。続きはまた日を改めて。あなたには相談したいこともありますしね。僕はもう少しここで酔いを覚ましていきますよ。それではまた。聞いているかね。我が奥義を見よと言っているのだ。桂さん、誰？うわあ、君たちからもこの個人に言ってやってくれ。我が奥義は一見の価値がある。そうだろう？何を言う。酔っ払ってなどいない。お前たち、こいつの知り合いか。どうにかしてくれると助かるんだが。すっかり出来上がっちょるの。こうなるとわしでも手に負えんのじゃ。そういえば君にも見せたことがなかったな。行くぞ。我が奥義。おお、そうかそうか。場を盛り上げてやらないとな。ありがとうよ。助かったぜ。じゃあな。なんぞ、遊郭に似合わん男じゃったの。何もんじゃろうな。おお、坂本さんたちか。先に初めておったぞ。改めて上院先生のご意志を継ぎ、上位の一端を成したことに乾杯。公使館などコロリを撒き散らす源になるだけだ。焼き払えてよかった。コロリといえば、犠牲者の霊を慰めるために
この度隅田川で大花火を打ち上げるそうですね。民草の機嫌取りだろうが花火は悪くない。派手に打ち上がって綺麗に消えちまう。俺もそういう生き方をしたいもんだ。諸君、聞いてくれ。次の段階へ進む時が来たようだ。我らは赤鬼を討ち、イギリス公使館を灰にした。この勢いに乗り、幕府を倒す。弱腰の幕吏どもに代わり、我らの手で西洋に飲まれぬ国を作るのだ。ええ、松陰先生の目指した世を作りましょうぞ。倒幕への第一歩として皆に提案がある。勝海舟を斬る。なかなか耳ざといな。赤鬼なき今、幕府の中枢を担いつつある男だ。奴が隅田川の花火に出張ってくるという話を耳にしてな。勝つか。口先だけの成り上がりだと聞くぜ。そんな奴を斬って何になる。私は成り上がりだからこそ侮れないと睨んでいる。もとより酔っ払いのお前など頼みにしていない。人目を引かぬためにもこたびは人数を絞ろう。今から我らで隅田川に向かい勝を斬る。どうだ。よし、頼むぞ。坂本さんもいいですね。松陰さんの理想のためなら手を貸してもええ。善は急げだ。先に行って下見をしておきます。吾妻橋で落ち合いましょう。